次のお休みお出かけしませんか？テレビでもピクニック日和と言っていましたし。そうだな、たまには外で食べるのもいいかも。いいじゃない、ピクニック。私も賛成です。よし、決まり。次の休みはみんなでピクニックだ。はい、張り切ってお弁当用意しますね。さくら一人じゃ大変だと思うから、俺も手伝うよ。ありがとうございます。へえ、さくらとイミヤくんの合作弁当か。ちょっと楽しみじゃない、セイバー。はい、今から当日が待ちきれません。お弁当は一段と気合が入ってるじゃない。景色も美しいですが、このお弁当も素晴らしいです。ピクニックなので張り切っちゃいました。特にこの筑前煮、レンコンと人参のお花がとても可愛いですね。その筑前煮はさくらが作ったんだ。この絹さやも葉っぱに見立てているんだったよな。はい、春なのでお重の中も華やかにしたいなと思って。目で楽しんで舌で味わうとはまさにこのことね。それじゃいただきます。いただきます。うん、筑前に味もきちんと染みていてうまい。この間の肉じゃがもうまかったし、また腕を上げたんじゃないか。 ありがとうございます。先輩が基礎からしっかり教えてくれたおかげです。昔の私が今の私を見たらきっとすごく驚きますね。そのくらいさくらが努力したってことだよ。先輩が教えてくれたからです。だから私も頑張れたんですよ。でもやっぱりこのままだと俺の方がさくらに教えてもらう立場になりそうだな。そんなことないです。私、先輩にはまだまだ教えてもらいたいことがたくさんあるんですよ。例えば偏食気味の兄さんが食べてくれるものや、栄養バランスの取れた献立、カロリー控えめだけど美味しいお菓子の作り方、それからとにかくたくさんです。わかったわかった。ああ、俺もさくらの期待に応えられるように頑張るよ。はい。これからもずっとずっとよろしくお願いしますね、先輩。